はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ケリーチャンネルのケンソンです、今ですね、バンコクのスクンリットの通りを歩いてますけど、こっちに来てですね、タイの人と日本人は結構マスクしてるんですけど、欧米人の方はですね、ほぼマスクしてないですね。で、ケミさんももう気にしないと思って、ずっとマスクをしてなかったんですけど、お散歩してるとですね、めちゃめちゃ喉が痛いんですよ。で、喉が痛くて、まあ、今これ、バンバン車通ってますけど、多分排気ガスとか、あとタイヤのカスとかですね、あとホコリとか PM2.5、そういったのめちゃめちゃ多いと思うんですよね。で、ちょっと検索してみたらですね、世界の都市で大気汚染がですね、バースト14位か18位か14位だったかな、ということで、今日からですね、もうお散歩するときはマスクをすることにしました。タイの人はですね、みんなマスクしてて、まだコロナのことを気にしてるのかなと思ったんですけど、どうやらですね、大気汚染がひどすぎて、マスクをしているというのが現状のようです。まあ、もちろんコロナのこともあると思うんですけど、詳しくはちょっとわからないですけど、喉の奥にですね、口内炎みたいなものが、ケニーさんできてしまって、ちょっと本当に体に良くないなと、思いましたので、ちょっと今日からマスクをすることにしました。日本からですね、ちょうどこの、高性能のマスクを持ってきていたので良かったです。はい、マスクについてはですね、昔、自分の事務所で取り扱っていましたので、前にも動画上げたんですけど、はい、また今度機会があったらご紹介したいと思います。はい、今道路がこんな感じですね。空もこれ晴れてるんですけど、いつもですね、晴れていてもこんな感じの色でですね、結構近くのビルももう霞んで見えてる状態です。特にですね、今、この時期の、空気乾いてるので、大気汚染がかなり、はい、ひどいみたいです。で、まあ、毎朝日課にしている公園に今お散歩に来ました。いつもはマスクしてなかったんですけど、今日からですね、しっかり、ちょっとすみません、ぶつかりかけました。今日から、しっかりですね、マスクを着用して、お散歩していきたいと思います。公園はですね、かなり広くて、遊歩道もあってですね、筋トレの機械等も置いてあってすごく気持ちいいんですけど、やっぱりどうしてもですね、空気が汚いのが気になります。一回気にしてですね、ネットで調べて、バンコクの大気汚染の数値がですね、とんでもない数値だと、いうのを見てですね、ちょっと本当に怖くなってきました。日本の駐在員の方もかなりいるんですけど、公園もですね、駐在員の家族と子供たちがみんな遊んでるんですけど、みんな子供のこと心配じゃないのかなと今は思ってます。はい、ちゃんとしたですね、マスクをして遊ばないと本当にですね、小さい子供の肺とかには結構ダメージ残ると思うので、はい、まあ本当良くないなと思います。なんでしょう、多分40年前50年前ぐらいの東京みたいなイメージだと思うんですけど、全く空気に関しては対策がされてない感じですね。いつもですね、散歩してると途中で口の中が粘っこくなってきて、変な味がしてくるので、ちょっとまあ空気が汚いなと思ってたんですけど、実際ちょっとネットで検索してみたらですね、とんでもない数字でちょっとですね、怖くなってきましたんで、今日からマスクで、お散歩したいと思います。はい、もう本当は家の中でもマスクしておきたいぐらいなんですけど、まあ、滞在するのがまあ、あと1ヶ月半ぐらいなので、
まあ、健康の被害もですね、5年も10年も済むわけじゃないので、はい、まあ、大丈夫だと思うんですけど、はい、ちょっと環境としては良くないなと思います。はい、ということで朝のちょっとお散歩の途中だったですけど、はい、あの動画撮ってみました。はい、最近ですねちゃんとした動画が上げられなくて、本当にすみません。はい、あのタイの生活をですね、満喫させてもらってます。ちょっと動画編集している時間よりもですね、いろんなものを見に行ったりお散歩したり、することの方が今はですねちょっと、必要だなと思って、動画がなかなか上げられていないことを、本当にですね、申し訳ないと思っております。まあ、これからもですね、よかったら、動画を見ていただいて、いいねと思ったらグッドボタン、あとはチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ケリーさんでした。